今回、新おまけパートの最後に挑むのは、古代城の宝箱に潜んでいる、サムライソウルです。77戦目、サムライソウル。強力無比な忍術を猛スピードで連発する。一定時間経過で、分身、リフレク、ヘイストがかかる。戦うを6回受けると、単体即死の暗殺剣。魔法を3回受けると、武器投げと銭投げ。新おまけパート最後にして、最強の敵が登場。強い。絶対に強い。例のごとく、全員透明で開始です。1ターン目に、スイトンを引かなければ OK です。こちらの行動順が回ってきたら、コンフィでサムライソウルを混乱させます。これにて勝利確定です。サムライソウルは、混乱すると、自身に暗殺剣を使って、しめやかに切腹します。テイク数は、2回でした。サムライソウルを倒すと、回転の証を落とします。そんなわけで、ひたすら楽して FF6 新おまけパートは、これにて免許回転です。次回からは、最小勝利回数の更新に次ぐ更新地獄をお送りします。お楽しみに。